ずきみえです。今日はモトグッチの V7-3 ストーンナイトパックに試乗しました。色がこの全部真っ黒になっていて、でここのタンクの部分がマットカラーになってます。ちょっと艶消しになってマットカラーでかっこよくなってます。でそれからこのヘッドライトとこのメーターのマウントの位置が特別仕様になってます。感想が、まあ、ポジションがすごく自然な感じになっていて、体勢も楽ですね。こう走っていて安定感ある位置になっていて、あとはこう重心が低いので女性でも押し歩きが楽だったりとか、あとはこう起こす時も結構軽いのですごい楽に起こすことができるし、足つきもすごくいいので女性でも楽に乗れると思います。安定して走ることができます。で足つきもこんな感じでこうしっかりこの状態で手を離しても大丈夫な感じになってます。で起こしも結構楽で軽い感じがします。意外と低速で走っても安定して走ってくれるのと、あとはやっぱ高速域になるとそれだけパワーをが感じられたかなって思います。はい、以上です。ありがとうございました。